皆さん、こんばんは、マーティン。ダイのミヤクーキングトケです。中学生の勉強法、どんどんお話しします。まあ、わからないのにね、大変なもんですね。はい。まあ、いろいろありますけどもね、まあ、勉強しますよという人も多いですが、やはり、まあ、畑、まあ、ひょろひょろですが、たくましいように成長するようにしましょう。はい。まあ、勉強の仕方は全然違いますが、まあ、 いですねはい、教科書を真面目に読むこととノートを真面目に書く先生の説明はしっかり工夫すればいいです家庭学習まあ授業とは全然違いますがはい家庭の雰囲気本人のやる気と工夫を大事にすること性格スポーツ勉強いろんな面に置いても全てそうです得意教科を作るそういうふり絞りもいいですねはい約束事を作るそして勉強を記録するなどいろいろ上達法を 囲碁の攻略法だと思って、これで中学校3年間続けてください。はい。まあ、確かに勉強と部活両立できるかどうか、難しいもんでございますが、はい。メリットとしては健康になり金業がつく、友達が増える、精神的にもたくましくなる、デメリットは疲れで勉強ができない、勉強の時間が少ない、確かに大変ですね。工夫すればいいです。ランニングとかいろいろですね。ある日の方法。参加する意味は、まあ、実績を残すことでございますね。いろいろと、はい。まあ、 部活動にも一応役立ちます。ベープ・ルースさんのように毎日毎日鍛錬込めて練習するもそうですがこれも勉強でございますまあ家庭学習すればうまく工夫することでやれますまあ復習することと頭の切り替えも大事ですはい団結さもそうですはいというわけで、えー、勉強と部活どう行律すかでした中学生の勉強法でしたバイバイ